いつもやってる感じでやってみてください。はい。自分から率先してやることですね。親方に楽を指すことですね。ペロ君も教えてくれとの声がありましたんで、ここですね。まずカテゴとの違いのパンドになるとちょっと長くなる。かっこいいですね、黒色。みんなこれつけててちょっと便利そうだなと思って買ってみたんですけども、お疲れ様です。天気屋 YouTuber です。この前ね、作業服と腰置くと出演してもらったんですけど、はい、今日はランケーブルを教えてくれるってことで、はい、僕自体がランケーブルほんまに年1回とか触る程度なんで、はい、ぜひで皆さんもランケーブルの作り方を上げてくれみたいなコメントとかもあったんで、今日はやってもらおうと思います。わかりました。 RJ の45を上げましょうか。 RJ の45っていうのがちょっと僕には分からないですけど、それを上げてくれるみたいなんで、まあこれちょっといろいろ先に質問していきたいんですけど、これはカテゴってやつなんですよね。そうですね。今5であったり6であったりあるみたいなんですけど、はい、5と6は主に速度ですね。速度、通信速度によってみたいな。そうですね。新幹線とかだとカテ9とかカテ10が使われたり、そんなあるんですね。僕らでいう電線の太さみたいな感じですかね。こんだけ電流が流せる。そうですね。この段ボールの裏にいろいろ書いてるんですけど、これはなんか違うパターンが。そうですね。これまた元請けさんによってこの色の順番にしてくださいっていうのがあるんですけども、はい、基本的にはこちらの B パターン。B パターンっていうんですね。ここに B って書いてあるんですけど、はい、この B パターンが多いですね。ここで通称玉上げっていうのをまずいつも通りやってもらいます。その後にちょっとゆっくり解説しながらっていう感じにしたいかなと思うんで、はい、いつもやってる感じでやってみてください。はい。やってるわけですね。そうですね。はい。おお、早っ。まあ、これがいつもの感じで。そうですね。これは B パターンってやつですか、ね、これ B パターンですね。これがまあ普通にやってもらったんですけど、次ほんまに通信業界に入りたての人とかに向けて、皆さんのお役に立つ解説をしながら、わかりました。お願いします。カッターナイフ。B パターンをお願いします。はい。でちなみに、その今向いてる長さは適当ですか？適当です。適当。後で切るからってことですね。そうです。まあ大体の長さで剥くと。そうですね。あんまり力を入れすぎない。新鮮にいかないように。で、色順なんですけど、はい。オレンジが1番。オレンジが1番。はい。で、緑。緑が2番。2番。はい。で、青。はい。茶色。はい。この並びですね。はい。はぁはぁ。これのよりをほどいていきます。はい。よりほどくときの注意点とかは特意にはないですね。ただここでまっすぐ綺麗に伸ばしていてあげると、はい、後でちょっと入れるとき楽になりますね。え、伸ばさんとやってまう人もいるところですか？いますね。こうぐちゃぐちゃになったまんま最後に一瞬で伸ばす人、ベテラン選手は大体そうですけど。あ、そうなんですか。慣れたらこの状態でも作る人はいるんですけど、はい、僕はまだそんなになんで、はい。まあ、確実にってことですね。そうですね。こっちの方が。で、色順が見てもらったらいいんですけども。はい、この順番ってことですね、今。そうです。で、白大ペアと、ただの大大と、白緑ペア。白緑。で、青。で、白青。青。白緑。白茶。白茶。茶色。なんですけど、はい、これで、青だけ、はい。抜きます。抜く。はい。で、緑を茶色側に寄せる。ほうほうほう。で、青を戻して、
はい、そうするとこの欄の色が白いものと単色のものが交互になるじゃないですか。はいはいはい。でこれを全部まとめて一本に変えます。ふんふんふん。そうするとこれと一緒の順番ですね。ああはいはいはい。あとはだいたい長さこのぐらいですね。それ自分の中でなんか指のなんかとかで決めてるんですか？そうですね、だいたいもう目安ですけど、はい、最後被覆が入らなかったりすると抜けたりする恐れがあるので、ちゃんと被覆が入るような長さで、なおかつ崩れにくいような長さ、はいはい、説明書とか読んだら書いてあるんですか？書いてないと思います、ね、ストリップゲージみたいな。コンセントやったらね、なんかストリップゲージみたいな。そうですね、あるんですけど、これはないんですよ。でこれを崩さないように入れてもらって、はい、先っちょ当たるまでとかあるんですか？先っちょが奥に来るんですよ。先当たるまで、ここさっき言ってた被覆なんですけど、青いのね、はい、はい、被覆がちょっと見づらいんですけど、はい、これはアウトなんですよ。アウト、はい、アウト。もっと入れてあげなきゃいけないんですよ。ここまで。ちょっとここに角があるんですよ、微妙に。はい。あ、ここで見たら分かりやすいかな。この横のこの角のことか。そうです、はいはいはい、そこに来るまで入れてあげないとダメなんですよ。はあ、それが行ってなかったら抜けやすくなったり。抜けやすいですね。どうですかね。で、あとは圧着で締めてあげる。でこの時も線を持って、はい、やっぱりこうどうしても引っ張ってしまうんで、はい、線を持って押しながら入れてあげると、最後にこの被覆も下に下がらずに。ちょっといいですか？はい。これは今どうなったんですか？ここがへこんだんですか？ここを潰して頭を潰してますね、はい、頭を傷つけることによって通信取れるようにしてますね。ってことらしいです。そうか、今カッターナイフでやってましたけど、ほんでもう一個あるじゃないですか、あれストリッパーですか？はい、はい、これのも安全なんですか？安全なんですけど、はい、これもやっぱり刃があるので、はい、あんまりこの刃を出しすぎてると被覆剥いた際に線に傷がいくんですよ。刃はこれ調整できるんですか？調整できます、この深さをネジで。ちょっと一回じゃあこれもせっかくなんで、なんていう名前なんですか？これはランストリッパーになるんですね。ランストリッパー的な。これ挟んでもらって、はい、これ今1周ぐらいでちょうどなんですけど、はい、うーん、ああ、浅かったら2周3周したり。そうですね、うんうん、でも折ると綺麗に取れるんですよ。で歯がここに傷ついてたらアウトってことですね。そうですね、今はあんまりないんですけど傷は、はい、ただこれをこう何周もしてしまうと、はいはい、どんどん深くいってしまうんでちょっと見づらいんですけど、はい、傷がいってます。こうした時に新線見えるの分かります？ああ見えてますね。こうなったらやっぱ通信エラーが起こったりとか、こうなった時にさっきみたいにより解いてると折れてしまうんですよ、はい、なんでまた一からやり直しってなったり、やっぱり圧着した後も結局根元がここになってしまうんで、それでこうなった時にすぐ折れてしまうんですよね。そこが気をつけるべきですね、はい、じゃあ一応こんな感じで解説してもらったんですけど、で気をつけることとかはやっぱり被覆を剥く時に線に傷を入れない、はい、この玉ですね、玉、これ一つ結構高いんですよ。あ、そうなんですか。50円近くするので。高いですね。これ1回ミスると50円、それを1回って思うのか、はい、それが生きてる間に何回起こるのか、はいはいはい、でこのまた色順を確かめてから圧着することが大事ですね。谷村失敗しました？失敗しましたよ。で、散々怒られました、ね、やっぱ練習とかしたんですか？頭の中で色順数えて分かんなくて事務所戻ってちょっと触ってみたり、 あとはもう自分から率先してやることですね。一応かしめる前に順番見てもらって、あ、先輩に、はい、はいはい、信頼されるまでだってことですね。そうです。お前勝手にやってくれてよってだんだんなってくるわけですね。そうですね。お前と大丈夫やみたいな、まあ、怒られることをこう気にせずというか、はい、ね、勇気を持って率先してやっていくことですね、はい、後からでもこれ見たら分かるんでしょ、先輩だったら。分かりますね。あ、これは失敗してるわみたいな、はい、なんかどんどんチャレンジしていくべきですね。そうです ね会社とかで在庫とか余ってるんだったら練習したり、はい、先輩に迷惑かけんように。そうですね。通信業界の若者に向けて、アドバイスありますか？そうですね、親方に楽を指すことですね。お心がけると。そうです。いいことですね。なかなかね、そこまで考えてる若者の方ってね、見ることないんで僕もすごい感動しました。はい。
ってことで、ね、僕のチャンネルにはこういうすごいね向上心を持った若い方も出てくれる素晴らしいチャンネルだと自分でも思ってるんで、ね、なかなかそういう人現場でも見れないと思うんで、皆さんこれからもそういう方たちにも出てもらって頑張っていくんで、チャンネル登録と高評価お願いします、はい、またこれからもいろいろ出てもらいたいなと思うんで、ぜひお願いします。インスタね最近始めまして、フォロワー1000人、はい、目標に今年やってますんで、ぜひ概要欄とここにも詳しく書いてフォローを押しに行ってください。電気屋一番見たよって言ってくれたらいいんで、はい、そんな感じですね。はい、お願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何をしてくれるんですか？今日はちょっとカテゴリー5の E を作ってから、増田さんとか他の方々からちょっとカテロクも教えてくれとの声がありましたんで、今日はカテロクを作ろうかなって思います。この前のねカテゴの動画を見たい方はこちらの人に見てください。ここら辺にね多分出てくると思いますんで、ご覧になってください。では早速いきます。はい、今日はゆうさんが無理を頼んで端子とかを手に入れてくれたので急遽取るようになったんですけど、今日この日本製線っていうメーカーのケーブルを使って、日本製線、はいはいはい、一般的にはみんな日本製線って言ってますけど、これのメーカーがこの皮むき機とかいいの出してたり、ちょっと僕なくしてしまってないんですけど、大手メーカーですね、ランの業界では。カテロク用の線になるんですね。カテロク用の線です。僕も用意したもののようわからんと仕入れたんで、では手元動画の方が見やすいかなと思うんで上から撮影します。お願いします。はい、まずこれは一緒でカテゴリーと同じように皮膚を剥きます。カッターナイフで剥くんですね。ストリッパーがないんで今はカッターでどちらでもいいってことですかね。そうですね、結構ストリッパー持ってない人はカッターの人も多いので、職人さんによって変わるような、変わりますね。でここですね、まずカテゴとの違い、何が違うんですか。中にビニールみたいなものが入ってるんです。開催物ってやつですね多分。そうですね、ケーブルを開ける、まずこれを取り除きます。で今日ちょっとカテロクの部材が多いんですけども、はい、まずこの首が折れないように防止するための柔らかいもの、これはカテゴではない工程ですか。カテゴではある分にはあるんです。でもそんなに基本的に使わないですね。でそして次この最後かしめる時に使う首元の部分ですね。これはもう先にセッティングしてまうんですね。先に入れます。でいつもの色順 B パターンでいくと、オレンジ色、緑色、青色、茶色っていう順番になるんで、最後分けるのが緑色になるのでちょっと見づらいかもしれないんですけど、 V 字のマークが片方だけちょっとついてるんですね。こっちはフラットなんですけども、逆側にこのちょっと見えづらい方、また調べていただけると嬉しいんですけども、はい、ちょっと見づらいです。この分けるガイドがついてる方を緑、1個聞いてもいいですか。はい、これは A パターン B パターンはカテゴと一緒なんですか。一緒です。そこは共通なんですね。共通です。元請けさんとかによって A パターン B パターンって変わってきますので、ここは注意なんですね。そうですね。でまずこの先っぽの部分をこの最初に切ったところのバッテン印があるんで、そこに刺します。であとはカテゴと同じ通りよりを届いて、綺麗にするってなるとカテゴと同じ色順になるんですよね。はい、オレ白、オレンジ、緑白、青白、緑、茶白、茶、これが今B パターンで作ってるんですけども、根元をつけた状態で、ここからちょっと難しくなるんですけど、ここで面切りしてしまうと後々難しくなるので、斜めに段地に切り落とします。そして次このちっちゃいパーツまた使うんですけども、これも指でなぞるとガタガタの面とフラットの面があるんです。でこのガタガタの面が最後これをつけるんですけども、この金具に向かって上側になるので、色順はオレ白スタートなので、オレ白がある方にガタガタを向ける。でここ入れる時にそのフラットに切ってしまうとすごい入れづらいので、斜めの段地にするとすごい入れやすくなります。である程度つら合うように入れてあげると、でそしたらここでまたカットします。これで今一応 B パターンの色順になってるんで、このカテロクを練習したい方はこれをこのまま実際入れて圧着するんですけども、はめ込んでしまうとこのさっき斜めに入れた頭の方がここに突っかかって出てこなくなるので、練習したい方はもうここまで作って色順を見て確認して合ってればまたバラして作り直すっていう作り方をしないと、はいはいはい、弾を何個も。そうですね、頭だけ使えなくなるので、もったいなくなるので注意してください。で実際入れます。
で奥まで入ったら完全に止まっちゃいますんで、あとは色を見て、もうこれ直しようないんですけど、実際ここまで来たらこれは貼ってるんですよね。そうですね、これ色正しい順番で、さっき先ほど入れた首の部分を押し込みます。でこれ実際灰色のカシメがありますんで、それを使ってカシメてください。ここめっちゃ硬いんですよで一応指でできるところまでは押し込めましたので、最後さっきの首折れ防止をつけます。であとはカテゴと一緒のように圧着をするってなると、カテゴの頭だけだとケーブルに対してこういう形で刺さるものがカテ6のパンドになるとちょっと長くなる。でなおかつパーツが多くなる。でカテゴとカテ6が何が違うかって言いますと、通信速度が主に変わってくるんです。なんでこのカテゴリー5の E よりかはカテ6の方が速度が速い状態でインターネットの通信が取れる。じゃあそのそれに伴って材料費もちょっと高いんですか。そうですね、カテ5がだいたい1箱100個入りで5000円ぐらい、玉だけでってことですか。玉だけで、はい。でカテ6だとだいたいの相場が1万3000円から1万5000円ぐらい、まあ 1.45 倍ぐらいになりますね。ちょっと計算できないですけど2倍以上ですね。約 2.5 から3倍ぐらいですね、はい。なんで1個失敗するとかなり高くなるんで、ラン始める方とかもできる限りさっきの頭をつけない状態でなるべく練習をするっていうのを繰り返してれば間違いはなくなるのかなと思いますんで、ぜひ試してください。そして今日ちょっと僕欲しいものがありまして、それをカシーが買ってきてくれたんで紹介したいと思います。こちらニックスですね。皆さん大好きなニックスです。この黒ぬめ革小物ポーチ、これ僕以前買いに行こうとしたんですけども、自社の親方に先手を取られまして買えずに、どこに問い合わせしてもなくて、ちょっとしょげてたところカシーが見つけてくれて電話をくれて、ほな買っとくわってことで買ってくれました。それでは開けます。これですね、かっこいいですね、黒色。ゆらくんの動画でも紹介されたと思いますけど、出てましたね。みんなこれつけててちょっと便利そうだなと思って買ってみたんですけども、これは便利でしょうね。なんでこの動画と一緒に撮ろうかなって思ったかというと、関係なさそうな感じはしました。僕以前ランの玉を入れる時にこのニックスのビューティナーカップ使ってたんですけど、これ意外にも脆くって、今はもうビニテで補強してるんですけども、割れやすいんですね。すごい割れやすいんです、はい。で僕これ買って半年も経ってないんで、そのたんびに買えるのもなと思われながら、で結局これ現場に持っていくと結構みんな卑猥な表現するんです。であんま嬉しくなかったのでもういっそのこと変えようと思って新しい革を仲間入りしました。その中に、その中にこのよく使うハンドイットの RJ45、これがさっき言ってたカテゴリー 5E の端子です。僕ら電気屋がワゴとかスリーブとかを小物入れに入れてるように、ラン屋さんはもうそういうのを常に持ってた方がいいような。そうですね。ちょっと実際これまあカテ6なんですけど、これの首がこう折れてたり、この被覆がだんだんお客さんが使うことによって抜けてきたりするんです。はい、でそうなった時とかもう押し込んでも被覆は入んないんで、作り直すっていうのがすぐできるように常時持っておくっていうのは僕はずっと心がけて常に持つようにしてますね。予定になかったけどやらなあかんというか、そうですね、時にサッと腰とくに入ってたらあるっすよみたいな、そこに今言った5とか6を入れとくわけかな。そうですね、こんなような形で結構入りそうですね。結構入りそうですね、100個ぐらい、100個は無理か、なかなか入りそうないい品物をゲットしましたんで、貸しありがとうございます。じゃあまたあれですね、これを装着した新しい腰道具、そうですね、4万5000回ぐらいまで再生されてるんで、あれから変わりました？あれからフォロワー実際そんな増えてないです腰道具は変わりました？腰道具はそんな変わってないですね。もうちょっとしたら僕の理想になっていくんで、じゃあちょっと理想になってきたらまた、また後日公開ということで、ね、アフターバージョンということで、お楽しみにしといてください。OK ですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。